さあ、そろそろ飯の時間がやってくるわけですが、その準備はここから始まるわけです。で、今回用意したものはこちら。これまでのキャンプの中でも珍しく、ドシンプルかつハイエンドな牛ステーキ。これをな、炭火で焼いて丸かじりよ。ただ、ファイアースタンドが貸し出し中なのにどうやって炭火で焼けばいいのか。大丈夫、しっかり用意しております。ユニフレームの名作卓上グリル、ユニセラー TG3! 肉の下準備は済ませておりますので、早速火を起こして焼いてしまいましょう。さあ、行くぞ。いい感じに温まってまいりましたね。よいしょ。じゃあ焼かせていただきましょうか。これになんかね、焼き方っていろんなパターンがあるみたいなんで何とも言えないらしいんですけども、とりあえずまぶしましょう。ね、裏もまぶしちゃっていいのかな。おい、うーわ、いい音。うん、匂いもいい。これね、絶対いい音取れてると思うよ。もうそろそろだ。肉がくっついてる。よいしょ。そろそろだ。よいしょ。肉がくっついてる。いやー、いいですね。この感触ですよ。この感触。ああ、いいですね。いいですね。あとはこっちに放り出して、そう。こうやって余熱で焼くね。余熱で、ね。絞るというわけですよ。あ、一応うまく切れるね。あー、なるほどね。レアですね、ほとんど。まくってみましょう。ちょっと、まあ、肉の味がしっかり効いてるんですけども、全然火通ってねえんじゃん。火すら通ってねえんじゃん。本当に表面しか焼くね。でもアメリカの牛肉ってうまいっすね、意外に。多分あれですね、思ったよりも強火じゃないんで、もうちょっとじっくり焼いてもいいんじゃないかなとは思いますね。というわけで、もうちょっとだけじっくり焼いてみましょう。さあ、もういいんじゃないかな。お、よいしょ。ね、ほらほら、ちょっとはいいんじゃないかな。ほら、どうよ。ちょっとミディアムな。でもいいんじゃないかな。食ってみましょう。これよ、これぐらいがちょうどいいよ。これぐらいが求めてた焼き加減だわ。完璧。ほら、やっぱりね、チャレンジすればね、いつかは成功するもんなんだよ。
うん、うん、うまい。そんなわけで夜の時間がやってまいりました。ここまで来るとね、深夜になるまで適当に SNS をいじりながら過ごすわけですけども、この夏の時期やっておきたいのが星空の写真撮影。結構いい写真素材になるはずなので、ぜひ押さえておきたいところ。まずは外の天気をチェックしてみましょう。おー、天気予報ではね、結構雨降るっていう風予報だったんですけども、なんと綺麗に晴れてますね。これは写真撮るチャンスでしょう。それじゃあ早速準備をいたしますよ。なかなかよろしい写真が撮れました。絞りを大きく開けるレンズであればノイズも少なく撮ることができるので、非常に鮮明な写真に撮ることができるわけですね。特に夏の星空は天の川が見えて超綺麗に映るので、一眼カメラを持っている人はぜひともチャレンジしてみるといいでしょう。やり方はまあ YouTube とかで探せばハウツーとかあるんじゃないでしょうかね。少なくとも俺が教えるよりは上手いんじゃないかな。モデル変わっとるやんけ。はい、ここで宣伝タイム。クラウドファンディングによって実現したアンジェリカの販売 3D モデルに続き、俺の販売 3D モデルも実現いたしました。ストレッチゴールのボーナスで実現したものではありますが、もちろん同じ形態でリリースしております。しかも今回はヒューマノイドの足があるタイプと、この今の真の姿の2パターンを用意しております。改変目的で利用されたい方にもおすすめできるアバターモデルです。収益は制作いただいた 3D モデラーであるキンブルワークス様に入るので、応援されたい方も俺たちが気に入った際はぜひご検討いただけると幸いです。今日はこの後編集業務や用事があるので早めの撤収になりますが、朝飯だけはしっかり済ませておきましょう。今回の朝のメニューは、はい、完全栄養食ヒューエル。まあ、素早く済ませれますからね。氷というか溶けた氷の冷水があったので、こちらで作りました。初めて飲んだ時はね、ちょっと大変でしたけども、さすがに2週間続ければ余裕でいただけるようになりました。ちょっとインスタントコーヒーを入れるのが味噌ですかね。これの有無で飲み応えが大きく変わる気がします。でもこれでね、昼まで持つんで、元気いっぱいでございます。そんなわけで、これでバーチャル YouTuber でもソロキャンプ動画が撮れることを証明させていただきました。その気になればできるわけですよ。そう、ルミナスタジオならね。でもバーチャル側を後取りせざるを得ないのは、まだまだ収録のテクノロジー面での問題があるかなとは思います。まあそれもいずれは解決するかもしれませんが、それまではご利用しってやつで決めていくしかありませんね。まあ俺はそれでもいけますよ。いけるいける。現に今もね、ご利用しで撮ってるわけですしね。